あ、どうも。お久しぶりです。久しぶりです。どうも。いや、変わらず。あ、いやいや、変わらず。今日はギターを弾いて、やっぱりうまいっすね。いやいや、ないです。はい。いや、もうこの季節になりました。なりました。はい、おかげさまで今回も、無事にアルバムが出来上がったんですけど、はい、やっぱエグゼクティブプロデューサーとして、はい、今回も特に、はい、もう司令塔のような、いやいや、いや、指示がすごかったですね。いやいや、采配が本当難しいですね。もう毎回のことながら、うん、本当にちょっと考えてちょっと本当ちょっと頭がはげてきたんじゃないかな。いやいや、そんなことないですよ。こだわったところは、まあ、なるべくその出来上がったものを壊さないように、さらにそれが良くなるように、はい、まあ、ちょっと頑張ったつもりなんですけど、あ、まあ、まあ、ちょっとなんでしょうね。毎回緊張してます。いや、でも思うんですけど、はい、やっぱり料理人だなって思いますね。エグゼクティブプロデューサーでありながら、いやいや、素晴らしく、まあ、自分たちは曲を並べるの難しくなってきてるんで、はい、なんかすごいコース料理が出てくるようなまあそう思っていただけるとちょっとやばいですね、はい、ということで、はい、今回もおかげさまで出来上がりましたので、はい、なんか一言一応皆さんにメッセージで決めをお願いします、はい、まあ、また今回も僕が決めさせていただきましたけども、まあ、どうなることやらちょっとまあ聞いてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ということで、デザイナーの僕たちの慶卓のデザインを担当してくれているドガシコデンさんの事務所兼こたつに来ております。ドガシコデンさん。あ、ちょっと話しかけないでもらいます。すいませんね。そうですか。あ、やっぱ今決めとるところなんです、ね。最終段階なんです。あのスタッフの人が一人増えてますけど。あ、そうね、はい、うん、もう最近はもう一人じゃ回らんでね。そうだ、おかげさまで、うんうん、師匠サンプルです。あ、来たなこれな。そうか、うん、まあ見せとこうか今の段階。まあこんな感じやね。言うたらね、はい、こうじゃなくなるかもしれません。なるほど。まあね、 A 案 B 案 C 案 D 案そんなにいっぱいあるんですね。いろいろあるんだよ。やっぱこれ、はい、ちょっといろいろあるんだよね。これとかこれとか、まあそういうわけでね、ちょっとそういう段階じゃないんだよね。まあデザインも頑張ってるからね。はい。やるから。みんな楽しみにしてると思うんで。あ、やっぱりね、はい。デザイン重要なのはこれだね。コントローラー。わかるかな。わかるかな。な、うちはこれが一番大事だよな。これがね、そうだよな。ちょっと調子悪いからちょっと変えようか。楽しいよな。うわ、なんかすごいマシンっぽい。お前これいいの使ってんの、お前。入ってないじゃないか、お前。やばい、これ戻そう。お、取れないぞ、お前。おし、おし、やばいね、シンクロしてな。俺はシンクロして頑張っていくんだぞ。おし、行くぞ。ガングリオン発進。はい、はい、慶卓です。拓也です。二人合わせて慶卓です。やっと、はい、もう今これ実は年末年始っていうか年末ですよね。そうですね、2012年のもう12月でございますね、はいはい、そうですね、やっと完成しました。はい、お待たせしました。アルバムが完成したということでございまして、ありがとうございます。今回のタイトルは By the way、はい、ところでっていう意味ですね。会話の中でね、うん、By the way って言ってね。そうですね、つってねっていうのもあれですけど、まあ前3作前から続きもんでして、はい、ですよね。でタイトルが「ハロー、うん、こんにちは」うん、「What's up、はい、調子どうよ、うん」そして「ファインセンキュー」はい「最高だぜ」うん、と来てですね、まあ、英会話が続いての、うん、ここに来てのところで「バイザーウェイ」ということで、うん、何かこう布石を置いたような、ここで一旦区切りができたようなですね、まあ、なんて言いますか、ね、近況を話す、ひとしきり話した後に、うん、ところでさみたいな本題に入る。そうですね、前置きですよね。そうですね、じゃあ次回作はもう本題みたいなことに、はい、なりますよ ね、 ね、
どうなるんでしょうかね。早くももうプレッシャーなんですけど、はい、まずはですね、うんうん、1月26日にバイザウェイ、ニューアルバムが発売されますので、そうですね、内容もですね、うん、まあ、冬にリリースするのは久しぶりなんで、そうだよね、なんかそういう春に向けてのですね、うん、なんかなんていうんですかね、スプリングハズカムみたいな、アルバムの中で季節が変わりそうなストーリーを持った曲がありますからね、うん、そうですね、はい、そういうところも聴いてもらったらいいかなと思いま す, す、ね、北海道代わりに、そうですね、全然暖かくないんですけど、うん、温度自体は、はい、まあ、心が暖かく、ね、そうそう、心が暖かくなってもらったら、はい、はい、思います。ぜひ、楽しんでください。はい、まあ、1月26日からですね、うん、僕たち慶太くん、佐賀ガイルスを皮切りにですね、全国16カ所、はい、ツアーでもありますので、はい、ぜひ近くの場所に来た時にはですね、うん、遊びに、ライブ会場に遊びに来てほしいなと思います、はい、思いますね。詳しくは、はい、ktac.com ね、ですね、よろしくお願いします、はい、そういうわけでございまして、次はライブ会場で会いたいです ね, ですね。それまで元気でいてください、はいはい、そういうわけでございまして、啓太と拓也で啓太でした。おはようございます。おはようございます。やっぱギターちょなんか音がなんかならんね、音の、あら、手袋したあら、というわけでございまして、おはようございます。おはよう、おはようございます。寒いっすね。寒いっすね。もうやっぱり指が感じたんでそうですね、やっぱ苦労するのはやっぱ焼き鳥の仕込みじゃないですかね。大変です。やっぱ一番大変なのは鶏皮でしょうね。鶏皮とあとせせり。そうですか。大変ですね。あ、本当に苦労した点は、なんでしょうね。まあ、その、仕込みですか。本当ですか。ない。焼き鳥なんか仕込みは大事です。あ、そうですね。スランプさん。スランプ。で、なんで手袋しとっと。ああ、そう、なんで寒かった。寒くても弾けるけど、若干こもっとんやん、ほんと。いやいや、そりゃそう。 F もちゃんと弾けるし、弾けたね。今、トヨですよ。いやいや、これはもう流さんでよ。いや、もう一発目のあの、たくちゃんのあれでいこう。あれ消したもん、あれ。これなんすか、これ。よって言って。それは、焼酎薩摩維新。ね。ヘッドホンの、あれですか、置き場所が。そうですね、一番安定する。この酒に音を聞かせることによって、音響熟成が。エイジングで、はい、始まるっていう、まあ、いいですね。もうダメって、俺ダメよ、本当にもうダメなんよ。もうジューンってなって、うん、ダメダメ、もうこれちょっと終了終了やもう。